ラボアジエ夫妻の肖像、ダビッド作科学の歴史は長く曲折に富んでいる。火の発見を契機にまず金属の精錬と合金製造が可能な薬金術が始まり、ついで錬金術で物質の本質を追求することを試みた。アラビアにおいても錬金術を研究したジャービルイブンイコールハイアーンは多くの業績を残したが、やがて複数のアラビア人学者は、 錬金術を批判するようになっていった。近代科学は、科学と錬金術を弁別した時始まった。例えば、ロバート・ボイルが、著書、懐疑的科学者などである。そしてアントワーヌ・ラボアジエが、質量保存の法則を打ち立て科学現象において、最新な測定と、定量的観察を要求したのを境に、科学は、一人前の科学になった。 錬金術と科学が、いずれも、物質の性質と、その変化を研究するものではあっても、科学的方法を適用するのは、科学者である。科学の歴史は、ウィラード・ギブズの業績などを通じて、熱力学の歴史と絡み合っている。科学の起源は燃焼という現象に遡ることが、できる。火は、ある物質を別のものに変容させる神秘的な力で、あり、 それゆえ驚きと迷信の出所となった。食品の調理による食習慣の変化や陶器、それぞれの用途に特化した道具類の製作など、火は古代社会に様々な側面で影響を与えてきた。原子論は古代ギリシアと古代インドに起源を持つ。ギリシアの原子論はローマのルクレティウスが紀元前50年に表した。 万物の本性についての中で指摘した、紀元前440年まで遡ることができる。その記述では、この考え方は、原子が物質の最小の単位であると提唱した、デモクリトスやレウキッポスに始まるとしている。偶然にも、同時代のインドの哲学者カナーダは、そのバイセイシカスートラの中で、類似の提言をしている。 カッシュヤパが彼のスートラに現れたのは瞑想の産物であったようだ。同様の手法でガスの存在も論じられた。カナダがスートラで提唱したことはデモクリトスが哲学的目想から提唱したものでもあった。いずれも経験的データを書いていたので科学的証明のない原子存在は容易に否定された。紀元前330年にアリストテレスは 原子の存在にことを唱え、媒生史科学派の原子論も長い間反論にさらされた。ヨーロッパでは、キリスト教会がアリストテレスの著作を一種の教典のように扱い、原子論関連は異端視された。アリストテレスの著作は、アラビア語に訳されて、イスラム世界で保存され、13世紀になると、トマス・アクイナスとロジャー・ベーコンがこれを、 ラテン語に翻訳して再びヨーロッパに紹介した。後の夜勤術に道を開くガラスの発見と金属の精錬を導いたのは日であった。夜勤術の初期には金属精錬の方法が認められ、紀元前2600年頃の古代エジプトでは金書き金属になっていたことが知られる。合金の発見は青銅器時代の幕開けを告げた。青銅器時代の後、 軍がより高度な武器を求めたことで、夜勤術の歴史は新しい段階を迎えた。ユーラシアの諸国は高性能の合金を作り、これを使った甲冑や武器を製作すると前世紀を迎えた。これはしばしば戦闘の結果を決定づけた。古代インドでは夜勤術と錬金術に目覚ましい進歩が見られた。ウィル・デューラントは、 ザストーリーオブシビライゼーション1アワーオリエンタルヘリテ e ジの中で次のように記す。古代インドの中鉄は化学成分が素晴らしく、グプタ朝時代は工業開発が目覚ましく、帝政ローマなどとの比較でも染色、性格、石鹸製造、ガラス、セメントなどの化学工業分野では最も高度な技術を要していたと見られる。六世紀までヒンドゥー教徒は 科学工業の分野でヨーロッパよりはるかに先行しており、過小、蒸留、消化、蒸気加熱、不揮発性化、熱を伴わぬ、発酵、麻酔薬や催眠剤の調合、金属樹を、化合物、合金の調整などに熟達していた。鋼の焼きなましは古代インドに持ち込まれて完成したが、現代までにどのようにヨーロッパに伝わったのかは不明である。 ポロスの王はアレキサンダーからの高価な贈り物として金や銀ではなく30ポンドの鉄を選んだと伝えられる。イスラム教徒はこのヒンドゥー教徒の科学と科学産業のほとんどを近東やヨーロッパに伝えた。例えば、ダマスカス圏製造の秘密はアラブ人がペルシア人からペルシア人はインドから手に入れたものであった。古代、エジプトなど古くから 錬金術と呼ばれる全科学が起こった。錬金術師は、エリクサー、賢者の石などを追い求めた。錬金術は、歴史上多くの文化圏で実践され、哲学、神秘主義、全科学が混交する体裁がよく見られ、また多くの人間が安価な金属をどうすれば、金に転換できるかに関心を持った。錬金術は非金属を金に変える目的ばかりか。 ペストに見舞われたヨーロッパなどでは人々の健康に役立つ医薬の開発でも期待された。ただ、不老不死の霊薬発見のための施行したものの霊薬も賢者の石も発見された事例はない。また、生物に生命を吹き込むエーテルが空気中に存在すると信じることも錬金術師の特徴として挙げられる。錬金術の実践者としては 生涯を錬金術に捧げたアイザック・ニュートンなどがいる。新しい化合物についての系統的な命名法がなく、また言葉が難解、非義的かつ曖昧で用語の意味が使用者により異なっているなど、現代の立脚点から見ると錬金術には複数の問題点がある。具体的にザ・フォンタナ・ヒストリー・オブ・ケミストリーによれば、 錬金術の言語は十分な経験なく得た情報を取得するため非義的な聖なる術語を作り出した。この言語は現代の我々にはよくわけがわからないが、ジェフリー・チョーサーの錬金術師の徒弟の話や、ベン・ジョンソンの錬金術師の読者ならこれなど笑い飛ばすに値すると解釈できよう。チョーサーの物語は安価な物質から、 偽の金を作るなど錬金術のいかがわしい一面をあらわにした。調査のすぐ後、ダンテ・アリギエリもこの詐欺への関心を行動に移し、著作中で錬金術自然院を地獄へ送り込んでいる。その後1317年にアビニオン保守の教皇ヨハネス22世は偽金作りの錬金術自然院をフランスから追放した。また、 金属を増殖した場合は資材に処するという法律が1403年にイングランドで成立した。この他にも色々強硬な手段を講じたものの錬金術は耐えることがなかった。王皇貴族や特権階級は依然として賢者の意思や不老不死の霊薬を自分用に探し求めていた。また再現実験のための科学的方法についてはまだ合意がなかった。 当然のように多くの錬金術師は、長積の時刻や月齢など、無関係な情報を彼らの手法に取り込んでいた。錬金術の悲儀的性格や難解な用語は、錬金術師が、実はハンカであるという事実を隠蔽するのに、公的だった。14世紀の初めには、錬金術に危機が訪れた。つまり人々が、懐疑的になったのである。 実験を他者が再現し得ること、かつ結果について何が明らかになり何が不明であるのかを明晰な言語で報告するという科学的方法が必要なのは誰の目にも明らかとなった。近代の科学的方法の発達は父としてなかなか前進を見なかったが、科学に関する科学的方法の方がは中世イスラム教徒の科学者の間に現れ始め、これを先導したのが 多くの者のが科学の父とみなす旧世紀の科学者、ジャービル・イブニー・イコール・ハイアーンであった。彼はアランビックを発明、命名、数多くの科学物質を科学的に分析、宝石職人を集め、アルカリと酸を、弁別、数多くの薬を製造した。その多有力なイスラム教徒の科学者には、アリストテレスの四元素説を批判したジャーファル・サーディクト、ラーズイン。 また、錬金術の実践と、金属編成の理論で名声を博したキンディー、アブー・ライハーン・アルビー・ルーニー、イブン・シーナー、イブン・ハルドゥーン、及び、物質本体は、変化しゆるが消滅しえないとして、質量保存の原型を記述した、ナスイル・ディーン・トゥースイーラがいる。ヨーロッパの比較的正直な医者にとって、錬金術とは、知的栄意であり、時を経て熟達した。 一例としてパラケルススは科学と医療の理解が曖昧ながらも4元素説をり溶け、イアトロ科学と呼ばれる錬金術と科学のハイブリッドを形成した。ところで、パラケルススによる実験が真に科学的であったとは言い難い。例えば、新しい化合物が水銀と硫黄の組み合わせででき得るという自身の説の延長として、彼は硫黄油なるものを作り出したが、 これは、実は、ジメチルエーペルであり、水銀でも、異様でもない。ロバート・ボイル近代科学の基礎を築いた一人で、適切な実験により、科学と、錬金術を分離した。ロバート・ボイルは、錬金術用の近代科学的方法を見直し、錬金術と科学の距離を広げたと見られている。ロバート・ボイルは、原子論者だったが、原子の故障として、 アトムよりも、コープするという語を好んだ。物質がその特性を維持しうる。最小部分は、原子のレベルであると彼は述べている。ボイルは、ボイルの法則で突起される。彼はまた記念碑的出版物、会議的科学者でも突起され、ここで彼は、物質の原子説を発展させようとしたものの、成功には至らなかった。これらの前進にもかかわらず、 近代科学の父と称賛されるのは1789年に質量保存の法則を発見したアントワーヌ・ラボアジエである。これにより科学は定量的性質を持ち信頼できる予測が立てられるようになった。科学研究の文献で古代バビロニア、エジプト、その他イスラム化後のアラブ人やペルシア人の成果を引用できるにもかかわらず、 近代科学が花を咲かせたのは、質量保存の法則の発見と燃焼における、フロギストン説に対する反論により、近代科学の父とみなされたアントワーヌ・ラボアジエ、以来である。ミハイル・ロモノーソフは18世紀ロシアで科学の伝統を独自に確立した。ロモノーソフもフロギストン説に古党を唱え、ガスの分子運動論で先駆けとなった。彼は熱を運動の形態とみなし、 物質保存の考え方を提唱した。燃焼の性質が明らかになった後、正規論及び有機物と無機物の識別という別の論争は、フリードリヒ・ベーラーが偶然無機物から尿素を合成した1828年から革命的に展開した。これ以前に無機物から有機物が合成された事例はなかった。この発見は異性論にも大きく貢献した。 これで科学の新しい研究領域が開かれ、19世紀末までに科学者は数多くの有機化合物を合成できるようになった。そのうち極めて重要なものは、モーブ、マゼンタ、及びその他合成染料、そして広く使われている医薬のアスピリンである。19世紀を通じて、科学の世界はジョン・ドルトンが提唱する。 原子説の支持者と、これに反対する、ビルヘルム・オストバルトや、エルンスト・マッハラに二分されていた。原子説派では、アメデオ・アボガドロや、ルート・ビッヒ・ボルツマンが、ガスの振る舞いをうまく説明したものの、この論争の決着は20世紀初めに、ブラウン運動を原子論的に説明した、アインシュタインの説を、ジャンペラインが、実験で検証するのを待たねばならなかった。 論争が決着するまで長い時間を要したが、この間すでに多くの者のが原子論の概念を科学に応用していた。20世紀になるまで十分発達していなかった原子の構造に関する予測となるスヴァンテアレニウスのイオン説などはこの恒例である。マイケル・ファラデーもこの分野の先駆者で、彼の科学における貢献は電気科学の分野だったが、その中で金属の電気分解、 または、電気の過程における、電気量は、元素の量を呼び、特定の比を持つ、元素同士の固定量と密接に関係していることを、明らかにした。これらの発見はドルトンによる、結合比の発見同様、物質の原子論的性質に関する最初の手がかりとなった。長い時間をかけて、存在が判明した、化学元素の数は、着実に増加してきた。 この長大な一覧表を地についたものにする一大突破口となったのは、トミトリ・メンデレーフとロータルマイヤーが作成した周期表だった。さらにメンデレーフはこれを用いて、ゲルマニウム、ガリウム、スカンジウムの存在と性質を予測した。この三元素を、当時メンデレーフはそれぞれエカシリコン、エカアルミニウム、エカボロンと命名した。 メンデレーエフはこれを1870年に予言したが、1875年にガリウムが発見され、しかもメンデレーエフの予想に近い性質を有していた。20世紀以前には、伝統的に科学は物質の性質とその変化についての科学と定義されていた。そのような物質の劇的変化を対象としない、物理学とは明確な一線が引かれていた。 さらに物理学とは、対照的に、科学は数学を多用しなかった。科学の領域で数学を使用することにはっきり、後ろ向きの姿勢を見せるものさえいた。例えば、オーギュストコントは1830年に次のように、記している。科学的疑問の研究に、数学的手法を導入しようなど、全くもって、不合理であり、科学の精神に反すると断ぜざるを得ない。 果たして数学的分析は科学の領域で主流の手法となるべきであろうか。幸いながら、ほぼ不可能な心得違いというもの。これは、その種の科学で急速かつ広範な質の劣化を引き起こすだろう。しかし同じ19世紀でも広範には見方が変わり、アウグスト・ケクレは1867年に次のように記している。私たちが原子と呼んでいるものの数理。 力学的説明に至り、その特質を記述する日が来ることを、私は待望している。アーネスト・ラザフォードとニールス・ボーアが1912年に原子構造を発見し、マリー・キュリーとピエール・キュリーが放射性物質を発見して後、科学者は物質の性質に関する視点を劇的に変化させる必要に迫られた。 科学者が獲得してきた経験は、もはや物質の性質全体の研究とは、関連を失い、原子核を取り巻く、電子雲と、電子雲の誘導で発生する電場における、原子核の振る舞いだけが、研究対象となった。科学の守備範囲は、常温常圧に近い条件下で我々を取り巻く、物質の性質に限定され、電磁波への曝露は地上における、 自然条件下のマイクロ波、可視光、紫外線などとあまり変わらないものに限られた。科学はそこで物質の構成、構造、特性、変化を扱う物質科学と再定義された。しかし、ここで使われる物質の意味は原子と分子が作る物質とはっきり関係づけられ、原子核内部の内容物、核反応、イオン化したプラズマ内の物質は、 対象としない。とはいえ人類の尺度から言えば、科学の領域は依然広大であり、科学がすべてを包括すると言ってもあながち外れてはいない。量子科学は、その誕生を、シュレーディンガー方程式の発見とこれを水素原子に応用した1926年とする見方がある。一方、バルター・ハイトラーとフリッツ・ロンドンによる1927年の 論文を量子力学の第一歩とする見方もある。これは二原子の水素分子かつ化学結合へ、量子力学を応用した初の事例となった。後年これを引き継いだエドワード・テラー、ロバート・マリケン、マックス・ボルーン、ロバート・オッペンハイマー、ライナス・ポーリング、エーリヒ・ヒュッケル、ダグラス・ハートリー、ウラジミール・フォック、その他多数により研究は飛躍的に進んだ。しかし、 複雑な科学系へも応用して、量子力学を一般化することについては、懐疑的な見方も残っていた。1930年頃の状況を、ポール・ディラックは次のように記している。物理学の主要部分と、科学全体に適応する、数学理論のために必要となる、物理法則は、すっかりわかっており、この先困難となるのはこれら法則を厳格に、適応する結果。 複雑すぎて解読できない方程式を作り出してしまうことだけだ。量子力学に適用する近似的実践的方法を開発すべきであり、それにより膨大な計算をせずに複雑な原子系の重要事項を説明できるようになるのが望ましい。1930年代と1940年代に開発された量子力学の方法は科学や文工学に 量子力学を応用したものの、科学的疑問への回答としては、不十分という実態を裏書きする理論分子、原子物理学として、引き合いに出されている。1940年代には、物理学者の多くが、分子、原子物理学から、各物理学に転向した。1951年、ローターン方程式に関するクレメンス・ローターンの、画期的論文は、 量子科学の分野でエポックとなった。これにより、水素や窒素のような小さな分子用の事故、無動着情報定式という解決法への道が開けた。そのような計算は、当時最先端のコンピュータ上で計算した、積分表の支援を得て実施された。20世紀半ばまでに、原理上物理と科学の統合は進み、科学的特性は、 原子の電子構造の産物として説明されるようになった。ライナス・ポーリングの著作ザ・ネーチャー・オブ・ザ・ケミカル・ボンドでは、量子力学の原理を一層複雑な分子における結合核の水産に使用している。しかし、量子力学から沿用した原理は、生物学的意味のある分子の定性的化学特性を予測することができても、20世紀末まで、 厳密なコンピュータ計算による定量的方法ではなく規則性、観察、処方箋の集積と化している。ジェームズ・ワトソンやフランシス・クリックらは DNA の二重螺旋構造に関する該当分野の科学の知識のほかロザリンド・フランクリンが得た X 線解説像を情報源としてその制約の中でモデルを構築し、この発見的アプローチを援用し、 予測を立てて1953年に勝利を収めた。この発見により、生命の生化学分野での研究が爆発的に増加した。同年、ユーリー・ミラーの実験が実施され、タンパク質の基本構成要素である単純なアミノ酸がより単純な分子から生成され得ることを、地球表面の原始的プロセスの再現実験によって実証した。 生命の起源の本質については多くの疑問が残るものの、これは科学者が管理下の実験室で仮想の反応を研究することに踏み出した第一歩となった。1983年にキャリー・マリスは DNA の試験管内蔵複法を創案した。これはポリメラーゼ連鎖反応と呼ばれ、実験室でこれを操作する際に使う化学反応に革命が起こった。 PCR は DNA の特定の部分を合成するために使われ、また、生物の DNA の塩基配列決定を可能にして、大規模な人ゲノム計画をも完結させた。19世紀の後半には、地中からの石油採掘が大幅に増加して、多種の化学薬品を生産し、またそれまで使用されてきた、原油、コールタール、船用樹品に置き換わった。 石油の大規模な生産と生成でできる加工原料からガソリンや軽油などの液体燃料、溶剤、潤滑油、アスファルト、ワックス、その他合成セニプラスチック、塗料、海面活性剤、医薬、接着剤、肥料その他向けのアンモニアなど現代世界で普及している各種材料が生産されている。これらの多くは高効率生産を実現するため、 新しい触媒や化学工学の援用を必要としている。20世紀の中頃にはシリコンとゲルマニウムの超高純度単一結晶で大きなインゴットを作り、ここから半導体用素材上の電子回路構造を自由に精密に製作できるようになった。他の元素を添加して化学組成を正確に制御して1951年には ソリッドステートトランジスタの生産が始まり、さらに小さな集積回路の生産も可能となり、これを使用した電子機器ごとにコンピュータは世界を大きく変えた。年代順に配列。ありがとうございます。